今からね、みーちゃん、以前逆上がりの練習していたと思うんですが、みーちゃんこっち見て、一回やってみ、はい、見てください、できるようになりました。みーちゃんピースは、イエーイ、もう一回やってみ、はい、みんな見て言ってるわ、はい、3、はい、おお、もう一回、もう一回頑張ってみ、うん、よし、頑張ってみる、みーちゃん、ちっちゃい方でやるか、よし、はい、やってみ、ほら、できました、みーちゃんね、あれから毎日毎日練習して、やっとできるようになりました。みーちゃん、みんなにピースは、イエーイ、これいつもボスがチューしてんねん。で、待て、お前待て。はい、みんなにこんにちはって、もっと大きな声で、ほら、もっと大きな声で言ってみ、3、はい、こんにちは、はい、こんにちは。よし、ほら、よいしょ、そんなにしたらめっちゃ押したんぞ、お前、おいしょ、もう足ついたら危ない、足ついたら危ないって、足ついたら危ない、よっしゃ。ほんじゃね、今日の動画始めたいと思うので、よかったら最後まで、見てください、はい、時も見てくださいって、見てください、じゃあね、じゃあね、バイバイ。おはようございます、ボスです。今日はね、ボス君の動画と、以前、GoPro のね、ここの部分がボス君にぶつかって、折れたという動画を上げたんですが、またね、あのボス君と遊んでいる時に、折れてしまいました。で、今日の朝、またね、あのアロファでくっつけて、だいぶね、ちょっとボロボロになってきましたが、またね、これで治ったのかどうか、分かりませんが、撮影したいと思います。それと、携帯用の SD カード、GoPro のね、動画を撮影した後、僕は、スマホに入れています。なので SD カードっていうのがね、やっぱり今使っているのがね、子供たちの写真やね、動画とか、ワンちゃん猫ちゃんの動画とかいっぱい入っていて、すぐにね、いっぱいになってしまいます。なので今回ね、この商品とても安かったです。64GB で 4K 対応で2500円くらいやったかな。普通に電気屋さんで買ったんですが、まあね、このどこのメーカーかちょっと分かりませんが、これ使えるということで、これからこれを携帯に入れて使いたいと思います。それと、GoPro ね、これから買う人たちはね、 SD カード買わないといけません。で、GoPro が指定している SD カードっていうのが、このメーカーなんですよね。で、このメーカー結構高いんですよね。僕は 32GB、今ね、撮影している GoPro の中にも 32GB 入ってるんですが、いくらやったかな。いくらやったやろ、ちょっと忘れてしまいましたが、多分5000円から1万円ぐらいの間やったかな。多分1万円ぐらいかな。多分9000何本やったと思うんですよね。で、まあ電気屋さんで9000円、多分800円ぐらいなんで、ネットだともっと安いと思うんですが、32GB です。これがね、 64GB になると 29,800円ぐらいしていました。約3万ですよね、消費税入れたら3万超えてくるんで。なので、もう 32GB と今入っている 32GB でね、64だと思うんですが、ちょうどね、これも64です。こんなね、ちょっと商品紹介ですよね。普段僕が GoPro 使っているので、おすすめというか、まあ GoPro はね、 SD カードこれじゃダメなんですが、今回ね、スマホのも買ってみて、ほんで、まあね、他にもいっぱいバッテリーとかも欲しいんですが、バッテリーとかいっぱいそれでいくとね、また金額も金額でね、結構純正品って高いんですよね。Amazon とかだと
偽物って言ったら悪いんですが、社外品っていうのかな、外品というのか、とても安くてあります。それね、結構使ってる方もいるんですが、やっぱりね、何かこうトラブルあったらね、僕嫌なんで、一応ちゃんとしたやつを、買って使わせてもらっています。まあね、これが乾いて、もう乾いてるんかな、使ってどうなんかな、折れへんかったらいいんですが、今からね、今日今撮影してる日は何日や、6なんですが、今日がねゴールデンウィーク最後です。なので今からね、ちょっと、ボス君のね撮影して、これを使って折れないかどうか撮影して、ゴールデンウィーク最後終わりたいと思います。じゃあね、またボス君の動画、最後まで見てください。今ねこんな感じで、こんな感じって言ってもちょっと分かりにくいんですが、GoPro のねさっき直したという棒に、つけてみました。大丈夫そうですよね。あんまり激しい運動するとどうなるかちょっと分からないんですが、ボス君と一回走ってみたいと思います。ボス行くで、ボスゴー、はい、行くで、ボス、ボス君ね、ちょっと走りません。はい。来た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 。ほら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 。ほらほら。ボス待て。うう、つまずいた。ボスつまずいて。はい。よしよし、ほら、ちょっと。ボス。ほらほらほら。ほら、飛んで。ほら。よし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 。もう疲れた。ちょうだいちょうだい、へへへへ、ちょうだい、ふい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 、ほらほら、ちょうだい、よしよし、ちょっと目きれいにしてる。はいはい、ちょうだい、よいしょ、ボス君、ボス君、ほらほらほら、イエッホー。ボス君ね、ボール大好きです。またね、新しいボール買わな。ダメなんですよね。これちょっと、綿出てきてるんで。前からね、気になってるボールが一つあるんですが、大型犬用のね、サッカーボールに、持つところがついているボールが、4000円ぐらいかな ?3800 円ぐらいで売ってあるんですが、ボス君ね、ちっちゃいボールの方が好きなんですよね。なので、それね、僕がね、個人的にちょっと欲しいんですが、ボス君と遊ぶのに。ボス君はね、気に入ってくれないかもしれませんよね。よいしょ、おいで、ふる、ふる、おいで、ふい、よいしょ、イエーイ、行くぞ、競争すんぞ、いいか、準備いい、ゴー、わはははは、よしよし、ちょっと今のはね、僕の投げ方が悪かったボス。はい、もう一回ちょうだい、ふる、あっち、ボス君、ちょうだい、なんで隠れんの。ボス君ボール持ってる？持ってるやん、ちょうだい、何？ちょうだい、ほら、なんで隠れんの。ボス君ボール持ってる？持ってるやん、ちょうだい、え、なんで隠れんの。ボス君、ボス君ボール持ってる？ボス君ボール持ってる？あ、持ってるやん、賢いな、はい、ちょうだい、ちょうだい、どうした、よし、じゃあいくぞ、もう一回いくぞ、グー、ボスボール取らな、いくで、ほい、ボス君ね、近くに来ないと取らないんですよね、ほい、いやーよしよし、あっつい。みんなさんは、どんなねゴールデンウィークを、お過ごししましたか。僕はね、ボス君とお出かけしたり、子供とね公園に行ったりとかね、そんなねめちゃめちゃ遠くには行ってないんですが、いっぱいねお出かけしました。よいしょー。Hehehe
ボス君ね、今の時期は暑いのであんまりね、わあ、わあ、鼻水黄色、風邪ひいてる？ボス、ちょっと汚い、ボス、浮かな。ボス君、鼻水がね、黄色い鼻水出てきました。ボス君、わあ、鼻水を食べるな、ほら、鼻水を食べる、ちょっと鼻水をね、ボス、鼻水を食べるな、鼻水を食べるな、ほら、ボス、みんな見んねんで、いいの、そんなんで、うわっ、うわお、こん中に入った、浮いてるよ、ボス、みんなね、ボス君、今ね、網戸の向こうにいる、子供たちにね、気づいて、ボス君入りたそうです、おいで。はい、でこっち、ほら、はいはいはい、ボス君、これみんな見んねんで、鼻水食べてんのなあ、こっちおいで、ほら、おいで、ボス君、おいで、来へん、来へんの、よしよし、お、おしっこすんな、ボス君のね、おしっこも、毛にね、カットしたんでかからず、絶好調です。庭にはね、ボス君の牛がいっぱいおっています。よしよし、暑いな、はいはい、いっぱい遊んだな、よしよし、ほらほら、娘はね、お庭で、いつもね、こんな感じでおままごとしています。おままごとグッズです。はい、ボス君、そろそろみんなにバイバイする？ゲップするなよ、もうよしよし、今日の動画は、GoPro のね、アタッチメントの、修理とね、SD カードのね、紹介とか、これからね、GoPro 欲しい方、SD カードこれじゃないとダメですよっていうような、参考動画になるのかな。ナボス君、どうですか？ボス君どうですか？いつもね、見てくださりありがとうございます。ボス君はね、令和になっても、毎日元気いっぱい過ごして、いっぱい美味しいもの食べて、いっぱい遊んで、な。またね、ボス君、近々、ボス君のシャンプーをしたいと思っています。なのでね、またシャンプー動画、撮りたいと思っているので、ちょっとね、いつになるか分かりませんが、今週時間あればな、撮っていきたいと思っています。なので、またね、楽しみにしていてくださいな、ボス。よしよし、うん、鼻どうしたん、これ鼻どうしたん、あ、鼻のここか、鼻どんななってんの、ちょっと見して、鼻ってこんななってんの、ボスの、ここさ、うわここ鼻取れるんちゃう、ボス。いつもね、ボスは、な、ボス、元気いっぱいやねんな。そろそろ暑いから、ボス君、扇風機出そう。な。よしよし、みんなにバイバイのチューは。バイバーイ、チュー。